皆さんこんにちは、ジーナです。今日はね、声が小さいんだけど、今日はね、裁縫寺に来ております。および苔寺でございますこれもね、特別企画のまた一つとしてね、やっと来れました。これもはがき、そう、これね、こんな感じで1ヶ月前に申し込んでやっと来たので、とりあえず見せしたいと思いますが、ダッシュで行きます。でそれはなぜかってね、まずこの裁縫寺の開門はね、10時から11時の間しか入れないんですよ。そっから書きに行くねんな、本堂、何やったか分かんないんだけど、後で見せます。でそっからやっと庭に入れるんですよ。そう、これが庭なんですよ。やばくない、やばくない。そうで、これがね、ユネスコに守られてて、とりあえず高等京都の重要文化財として登録されてるので、本当に貴重な場所です。本当にすごい。だってこれがね、人生で1回あるかないぐらいこれなので、とりあえず一緒に見ていきたいと思いますので、とりあえずね、映像お楽しみくださいということで、とりあえずジーナはあんま喋らん。そう、なんかね、めちゃくちゃ静かで喋りにくいんだよこれ、ほんまに。しかもお坊さんがね、もうちょろちょろ歩いとんね、怖いとりあえず一緒に見に行きましょう。はい、ついてこい。はい、までやるよ。はい、とりあえず行こう。どうですか、まだ今途中なんだけどね。そうで、今ちょっとね、ジーナがね、誰もいなくなったから自分の裁縫寺になったわけ。そう、すごく素敵でしょ。そう、これだけ見せたかったんですけど、雨が降ってて、そう、これね、京都でもし雨が降ったらどうするってなるじゃないですか。ここはね、全然逆に雨降った方が美しく見えるんですよ、ここ苔寺。そう、本当に素敵なんですよ、この場所。そう、まずね、そのハガキで1ヶ月前にちょっと予約しないと入れないんですよ。そしてこれね、うわやーべえ、やってくれたな、雨。じゃじゃーん、見て、ジーナが描いたよ。もう雨で溶けてきてるんだけどそう、これね、本堂で描くんですよ。そう、これめちゃくちゃ綺麗。まあ自分でね、持って帰って自分のお土産ということで。そう、まあ置いといてもいいけど、やばい雨で濡れたまあまあまあ、でこれの後にやっと庭に入れるんですよ。そう、今ここのね。でまずどうやって来るかって、あれですよ、まず一番早い方法って、まず嵐山まで足運んで、そこから63から73系統のバスに乗って終点ね、そこからまあ大体3分ぐらい歩くんですよ。そこからの受付1人3000円、まあ今カメラマンと一緒に来てるから6000円で、とりあえず12時で閉店というか閉館、わからん、とりあえず閉門、知らんわ、とりあえず行きましょう。はい、もうちょっとお坊さん来る、バイバイ。では皆さん、まだお坊さんがまだ来てないということで、一緒にもちょっと歩きませんか。歩くよ。はい、ほら、ジーナだけ疲れるのはちゃうやろ、行くぞここすごい、ちょ待って、アヒルアヒル、こっち、アヒルじゃないやろうけど、アヒルめっちゃかわいい。あれ、なるほど。ちょっと待って、この池かな、
にも一応コイがあるんですよ。さっき見たよ、コイ。だから、え？食べへんの？え、どういうこと？ほら、共に暮らしてるってことね。アヒルとコイ。すごいな。とりあえず、そう。ここすごく静かなんですよ。そう。だから逆になんか喋るのが嫌。けど、本当に皆さんも逆に来てほしいんですよ、ここ。まあ、確かにそのハガキとかがあって1ヶ月以上前に申し込まないと来れないというのもあるし、結構遠いのもあるんですけど、ぜひぜひぜひ、すごい素敵な場所、本当にこういうの京都にあるんだってことね。そうだからね、ジンナ関西好きなんですよ、本当に。もう日本の歴史ってもうだいぶね、もう半分以上はここにあるんじゃない？どっちかというとね、関西すごいすごいよ、すごい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 、めっちゃ好きで、そう、一番早い起こし方そう、まず嵐山からの方が早いんですよ。で、一応まあ嵐山駅まで行って、そこで63系とか73系とに乗るのもいいんですけど、松尾神社前かな、松尾大社分からん、その阪急駅の そこから降りて、そこのバス停からも乗れるんですよ。そっちの方が近い。そう本当にすごい素敵。なんかお坊さんとかもみんなすごく優しいし、あと本堂であれ書くじゃないですか。そう、これね、さっき見せたやつ。そう、あれね、もし筆忘れてるのであれば、500円で買います。そう2種類があります。そう、金と銀。ユジラはね、インクかと思って、ちゃうね、その裁縫紙って書いてるとこが金か銀かそれだけインクは来る、はい、そういうこと。なので皆さん、もうすごいおすすめです、ここ。世界遺産として登録されても別にいいんじゃない。で、今のところ多分自由文化財かな、けどすごいよ、ここ見てみ、この静かさ、本当に落ち着く。このうるさい外人でも落ち着く、すごくない？そう、しかもなんかここいろんなやつ動いてんねんな。これも濃いかな、分からんけど、とりあえず、そうやね。とりあえず皆さん、ジーナバにこれ特別企画で来れて本当によかった、めっちゃ嬉しい。で、皆さんにももちろん来てほしいですけど、まあ、そのうちにもちろん機会があればぜひぜひ来てください。で、とりあえず今はね、もうちょっと一周終わらして、そろそろ帰らないとまたお坊さんに追い出されるので、ちょっとね、ダッシュってことでまた次の動画でいってしましょう。バイバイ皆さん、じゃあね、ぜひ来てください、待ってるんです。ジナはここに待ってないんだけど、来てください、そういうこと。 OK、 じゃあね、ほんなさいだら、行ってきます。あとな、滑るんです、雨の日。そうだから、ジナはね、もう何回かこけそうなってんねだから気をつけてくださいね、腰を おらんように。そうそうはい、皆さんもう終わったと思ったら、まだ終わってないよ。いや、これね、最後出てくるときにこうすごいハガキもらったんですよ、めちゃくちゃ素敵。これだけはちょっとね、見せたかったんですよ。で、これね、後ろね、なんか手紙で会おうって書いてて、今そのプロジェクトやってるんです、ここ裁縫紙。これすごい、ちょっとだけね、ちょっと高いけど、1人3000円なんですけど、本当にすごい、もう経験というか体験、そう、素晴らしい。なので本当に 100% おすすめします。で、まあもちろん今ね、今こういう状況でなかなかね、出かけられないと思うんですけど、まあ、もしね、機会があればぜひ遊びに来てください。本当にここに全部コロナの対策全部バッチリだし、すごくみんなもすごい優しいので、本当にいいと思います。本当に今もジナもね、だってそこまでいろんな場所に出かけられないので、もうちょっとお家でね、いろんな動画撮ってると思うんですけど、まあ皆さんもう楽しみにしててください。これからももちろんいろんなレストランとかも、前も言ってた穴場とか、皆さんがあまり知られてないスポットとかね、世界遺産だったりして、
そう自由文化祭だったりして、そうここね、うん、そういうこと、一緒にちょっとね冒険していきますね。よかったらよかったらその登録ボタンといいねと通知全部ポチッとしてください。そこのうるさい外人毎回毎回やってくるのでぜひ忘れずに、ね、うんうん、そう、そしてコメントも、そうコメント、コメント好き書いてください。そう、大好き大好き、 OK、 そういうことや、はい、とりあえず帰ります。だってこのバスあるかおか知らんけど、とりあえず帰ってみますなかったらえらいこっちゃよとりあえずじゃあね皆さん、バイバイ、また次の動画で会いましょうね。あ、そうそう、そしてなんかジナが行ってほしいところとかやってほしい企画とかあればぜひスイッチも書いてください。 OK、 じゃあさよなら、バイバイ。